どうも、あいきょうです。今日はですね、僕が使っている撮影機材を全てご紹介したいと思います。以前 GoPro を使うのはやめるかもという動画を出したんですけれども、機材をその後入れ替えたんですけど、報告とかしていなかったので年を越す前にと思って今急いで撮影しています。ちょっとね、数が多いのでサクサクと紹介していきたいと思います。はい、まずはメインカメラなんですけども、今まさにですね使ってるこのカメラ、こちらはですね、僕の場合ライターの仕事もしていてスチールの撮影もするので、動画撮影も含めてメインで使っているのはミラーレス一眼レフです。で、機種はですねオリンパスの OM-1 というモデルを使っています。最近はですねセンサーサイズが大きくて画質が良いフルサイズの一眼レフがすごく人気だと思うんですけれども、ソニーとかねニコンとか使ってる人多いんじゃないかと思います。僕があえて OM-1 を使っているのは、やっぱりセンサーサイズの小さいマイクロフォーフサーズカメラはコンパクトでバイクで撮影に持っていくのにねすごく使い勝手がいいんですよ。僕のようにですねカメラマンでもない素人の人が綺麗に写真を撮るのであれば、やっぱりいいカメラの方が工夫をしなくても綺麗に撮れるっていうのを前にカメラマンの人に聞いたことがあります。ただ OM-1 もですねオリンパスのフラッグシップモデルだけあって、今のところ満足のいく撮影が毎回できてます。フルサイズモデルと比べると価格も安くてですね、レンズキットでも30万円以下で買うことができます。今もう少し安いんじゃないかと思いますね。実は OM-1 は去年購入したんですけど、商品代金が30万円以下で、青色申告をしている僕みたいな個人事業主の場合は償却期間なしで一括償却できるっていうのも実は魅力でした。レンズは外出する時に関してはですね、何かと使い勝手がいいこちらのですね12-40 の F2.8 っていうこのレンズを一番使ってます。で、室内で撮影する際には今ついてるんですけど、単焦点レンズの 17mm、 これもオリンパスの製品ですね。で、商品のディテールの撮影とかをする際にはこれね、一番初めに買った時についてきたキットレンズなんですけど、14-150 というこのレンズですね。 F4-5.6 というものです。それとですね、イベントとかでインフルエンサーの女の子とかをアテンドする時に関してはポートレートの撮影とかもするので、こちらの単焦点レンズですね、 25mmF1.8 というものです。今まで紹介したものは全部オリンパスのレンズなんですけど、1本だけパナソニックのレンズも持っていて、こちらですね 9mm の F1.7 というモデルになります。これはね、結構ポートレートで全身写す時とかに使ったりしてますね。あとマイクはですね、カメラのマイクだとちょっと正直喋ってる声がなかなか綺麗に入らないので今もつけてますけど、こちらですね、コミカの無線マイクを使ってます。結構ね、無線マイクとしては安い方だと思うんですけど、今のところ音質とかはね悪くないなと思って使ってますね。ただね、最近の無線マイクはですね、ノイズキャンセリングとかの機能とかもついてきてるので、たまに買い替えを検討するんですけど、まあまだ使えるしいいかと思って多分まだ2年ぐらい使ってますね。それと車体のエンジンとかマフラー音とかを撮影するときに、これもやっぱりカメラのマイクだと化石音とかが入ってしまうことがあるので、こちらもコミカのですね外部マイクにモフモフをつけて使ってます。実際ちょっと見ていただきましょう。はい、こんな感じですね。これをですね、カメラの方に取り付けてバイクのエンジン音とかマフラー音に関しては撮影してます。若干音の迫力が弱いような気がするので、これもたびたび買い替えを検討してるんですけど、これねすごいコンパクトなので携帯するのが楽でね、ずっとこれは使い続けてますね。で、カメラに関してはこちらのですねモンベルのカメラポーチに入れてます。もうこれずっと使ってるのでかなりボロボロなんですけど、カメラにズームレンズをつけた状態で収納可能なんですよ。で、蓋側のですねファスナーの中、こちらの中にはですね外部マイクとかカメラを拭く布とか予備の SD カードとかを入れてます。で、三脚に関してはですね、これもずっと使ってるんで本当にボロボロなんですけど、このシルクの三脚を使っていて、スプリント S110 というモデルですね。これ重さが1キロちょっとしかなくて、この収納サイズがですね36センチという超コンパクトなんですよ。
撮影の時にもう少し長くなればいいなって思う時もちょこちょこあるんですけど、まあそれ以上にですねコンパクトで軽量なので今のところずっとこれを使い続けてるんですよね。足を伸ばす時にこう回して伸ばすタイプとこのレバーで伸ばすタイプと2パターン三脚ってあるんですけど、回すタイプがあんまり得意ではなくてこのレバータイプのものを好んで使ってます。で運体の部分はですね自由運体よりもこういうレバー付きが好きなんでこういうのを使ってますね。もうこれもね多分3年4年ぐらい使っててボロッボロなので買い替えをこれもたびたび検討してるんですけどどうもこれだっていうものがないんですよね。なんかおすすめのものがあるという人はねぜひちょっと紹介してください。で今このカメラにつけているですね三脚に関してはこれはねマンフロットの三脚なんですけど、実はねカメラマンだったおじがですね亡くなるちょっと前に遊びに行った時にもらったものなんですよ、まあ、なのでかなり古い製品だと思いますね。ごつくて重いです。まあでもおじさんからもらった遺品だと思ってね大切に使ってますね。で三脚に関してはですねちょっとわかるかな、こういう感じのクイックリリースをつけてます。これウランジの商品なんですけどなぜかねハヤブサって入ってるんですよね。ファルカム×ウランジの F38 という商品なんですけども、これねカメラの脱着がめちゃくちゃ簡単になるのでこちらとですね部屋に置いている三脚にはこのクイックリリースをつけていてパチパチっと付け替えを簡単にできるようにしてます。では続いてはアクションカムの方を紹介します。はい、でアクションカムなんですけども結局ね GoPro はやめました。で買ったのがこちらですね DJI のアクション4となります。一度ちょっと商品紹介でですね DJI Japan さんにお借りして皆さんに紹介してですねその後どうしようかなと思ってたんですけど結局 GoPro のトラブルがなかなか解決しなかったのでこちらの方自費で購入しました。でなんかセットのモデルと単品のモデルがあるんですけど僕はねセットの方で購入していろいろついてきたんですけどセットの方はねバッテリーが初めから3個ついてくるんですよ。でも意外とバッテリー持ちが良くてですね僕の撮影方法だと1回の撮影でバッテリー1個で十分運用できてます。いまいちねよくわからないのがこれ外部マイクを使うためにですねこういう USB-C と 3.5mm ジャックに変換するようなものを使うんですけどこれね使えるのと使えないのがあるんですよね。僕はアクション4を使っている人の YouTube とかブログとかを参考にしてボーエの BYK4 というこのアダプターを使ってます。 GoPro を使ってた時はですねたびたび撮影の時に外部マイクが認識されてなくて声が入ってないっていうのがあってですね結構帰ってきてからアフレコで声を入れるっていうのが多かったんですけどこれに変えてからそういったトラブルは起こってないですね。ただ撮影開始ボタンを押してからですねこの外部マイクが認識するまでにちょっとタイムラグがあるんですよ。なのでそれを気にしないで撮影開始ってすぐに喋り始めてしまうと初めのうち音声が取れてないっていうことがあるのでそこはちょっと注意が必要なんですよね。ちなみにね少し前にうちの子供とですねあと義理の妹の家族でみんなでディズニーランドに行ったんですよ。僕はその時ちょっと行かなかったんですけどその時にですねこの GoPro をうちの娘に渡して撮影してきてもらったんですけどやっぱ GoPro はね本体での音声収録とか画質に関してはすごくいいんですよね。喋りながら走るモトブログスタイルでなければ GoPro の方がいいように思います。でピンマイクに関しては GoPro を使ってる時にはソニーのピンマイクを使ってたんですけれども今はですねこちら普通にモトブロガー御用達のですねバッファローのピンマイクを使ってます。切り替えた当初はですねソニーのマイクを使ってたんですけどいろいろ使ってみた結果バッファローの方がいいなというふうに思ったのでこちらに変えてます。でマウントに関してはちょっとチンマウント顎マウントだと僕はどうしても首とか肩が凝っちゃって無理だったのでこういった感じのですねネックマウントを使っています。でネックマウントもねいろいろ種類があってこれ一番シンプルなやつなんですけどこういうタイプ、まあ、ここもこうやって調整ができたりとかあとここの部分がですねなんか脱着ができたりとかっていうのもあるんですよ。こういうのもいいなと思って一回買ってみたりしたんですけど意外とあんまり使い勝手が良くなくてもう一番シンプルなやつここの部分でロックだけするっていうものを使ってます。でもう一台の方がですねこちらですねインスタ360X3 ですね。
これね、案件で提供してもらったものなんですけど、これねマジで購入を検討した時期だったんで、うわ呼び寄せたと思ってめちゃくちゃ嬉しかった記憶がありますね。ヘルメットのレビューの時に、走行中にヘルメット側を映してほしいっていう視聴者さんからのリクエストがあって、あ、じゃあインスタ360必要なのかなと思って検討してたんですよね。主に自分向きのインカメラとして使ってるんですけど、ヘルメットのレビューの時はね、もう必ずこれは使ってます。で、PC で編集する時のアプリがすげえ秀逸で、まあ、360度撮影されてるわけですよ。で、その中で一度自分向きにですね、画角を調整すると、動画の最後までですね、カメラの位置が変わったとしても被写体を追いかけて編集してくれるんですよね。初期の頃はね、ハンドルにマウントしてるとコーナー前にですね、画角が変わってしまって、その度にですね、ちょっとアプリ上でこう編集が必要だったんですけど、今はねすごく簡単にできるようになっていて、このねアプリのアップデートもすげえ頻繁に行われてるんですよ。で、このインスタ360の車体へのマウントに関しては、ウランジの R094 っていうのを使ってます。これは基本的にミラーのシャフト部分とかにマウントすることが多いですね。ただシャフト部分にマウントするときにちょっとねやっぱ細いので、これで挟んだときにねちょっと弱いんですよ。で、使ってるのが CRF250 ラリーの場合はこちらですね、ジータの 13π から 22.2π に変換するアダプタなんですけど、これをつけるとかなりがっつり固定できます。で、クロスカブに関しては CL250 のミラーに変えてるんですけど、シャフトの部分が 14π なんで、このジータのアダプターはつかないんですよ。なのでこちらですね、これデイトナの 13π から 22.2π に変換するアダプターなんですけど、ジータのアダプターはこれアルミなんですよ。で、これはねゴムなんですよね。で、こちらは結構融通が効くので、こちらをミラーのシャフトにつけた上で、こちらのウランジのですねクランプをつけるようにしてます。で、最後にですね、これら機材を入れてるバッグを紹介したいんですけど、まあ、今回紹介した機材をですね全部持っていくこともあるんですよ。そうすると重いので、もうバッグはリュックタイプ一択という形になりますね。で、使ってるのがこちらですね、はい、ブラボー 3.0 というクロームのバッグなんですけども、こちらかですね、もしくは、はい、こちらモンベルのキトラバッグ35リッターですね。基本的に雨の日に撮影に出かけるっていうことは今あんまりないんですけれども、こちらいずれのバッグもですねすごい防水性に優れているので、僕が覚えている限りでは浸水したことは一度もないです。バッグの使い勝手としては、個人的にねこのモンベルのキトラバッグの方が好きなんですよ。このウエストベルトの部分にポケットがついていて、カードとか高速道路の通行券とかもすぐ入れられるし、あとこのショルダーのストラップの部分ですね、ここの部分にもポケットがついていて、スマホがギリギリ入るんですよ。ただね、これ残念ながら結構縦に長いバッグなので、前傾のバイクとかの場合だとバッグの下の部分がタンデムシートで持ち上がっちゃって、バッグのこの上の部分がですね肩よりも上に出る形になっちゃうんで、こういう時にですね、こういう風に首の角度を調整することができなくなっちゃうんですよ。なのでちょっとね、これ使えるバイクが限られてしまうんですよね。なので使う頻度としてはもう圧倒的にこちらのブラボー 3.0 の方が多いです。これもね、メイン収納の他にもサブ収納のポケットとかもついてるので、これかなり使い勝手がいいですね。もう2年ぐらい使ってると思うんですけど、あんまり劣化してる感じもしないんですよね。めちゃくちゃ頑丈なバッグです。はい、というわけでね、今回は僕が撮影で使っている機材を全て紹介させていただきました。まあ、例えばね、クランプ一つ取っても、今はウランジのクランプを使ってますけど、他にもね、いろんなクランプ買って試したんですよ。もっと全然高いクランプとかも買ったこともあるんですけど、結果的に今のクランプが一番使い勝手がいいんですよね。いろいろ試した上で今現在使っている機材なので、もう圧倒的におすすめではあるんですけれども、まあ、人によってね撮影のスタイルは違うので、必ずしも僕が今回紹介したものが最高とは限らないとは思うんですけども、もう散々撮影で使ってきたものなので、僕的にはめちゃくちゃおすすめです。今回の動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。インスタグラムとツイッターもやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方は、コメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。